神戸タワーは兵庫県神戸市兵庫区の港川公園にかつて存在した日本の展望塔、港川公園タワーとも言う。大正時代の建設当初は深海地タワーと呼ばれていた。東洋一の高さで浅草の両雲閣、大阪の通天閣と並んで日本の三大堀路とも称された。1924年、港川公園内に建設された。 三連アーチのバルコニーのあるビルディングを高さ90メートルのオベリスク風の高等が貫いている。頂部は階段状ピラミッドのようにデザインされ、塔の側面には窓を挟んで垂直に2本の帯状の衣装が施された。寒暖量は大人10銭、子供5銭。東洋一を歌い、晴れた日には北海峡まで望むことができた。後に広告塔となり、ハープ選択石鹸。 ベルベット石鹸などの巨大広告が紙面を飾るようになる。1934年には2万円をかけて特急大阪洋阪新電車のネオンサインが設置された。戦前から戦後にはビオフェルミンの広告が掲げられていた。1968年に建材の劣化による倒壊の恐れから神戸市によって解体された。跡地には神戸タワーを模した。 高さ8メートルのカリオン時計塔が立っている。ABCD 橋詰新なり 2012P33 から 35ABCDEFG 神戸市立中央図書館2011ありがとうございます。